どうもです。今回の動画はクラウドファンディングで EOSR の購入資金を募りますの進捗報告です。クラウドファンディングを始めて1週間、皆さんの反応や資金の様子を見させてもらったので感想などをお話しします。まずは今いくら資金が集まっているか発表します。にゃ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 じゃん、0円です。0円です。そうですか。やっぱり人様からお金を頂戴するのは難しいですね。先週募集開始の動画を投稿しましたが、低評価がダダダーっとついてね、少し焦りました。最大14個つきました。でも 2,3 日後に半分に減りました。多分 YouTube が不正な分を削除したと考えていますが、それでもまだ低評価の方が多いです。人様からお金を頂戴するのってとてもデリケートなことなので、事前に相談させてもらいました。そして大丈夫そうだったので始めましたが、いざ始めたらやっぱりダメという意見だったのかなと思っています。でも一度始めたら途中でやめられないし、やめたくないので締め切りの7月20日まで続けます。そして始めたからには成功したいと本気で思っています。しかしこのままだと完封負けは目に見えているので、今回は私の EOSR への思いを皆さんに訴えたいと思います。 EOSR については発売前の昨年9月に購入検討した動画を投稿しました。動画のタイトルは 6D Mark II を持っている私が EOSR を購入検討してみたです。多くの方に見ていただき、分かりやすかったなどお褒めの言葉もいただきました。当時はまだ価格は高いし、レンズも少なかったので保留という結論になりましたが、今はだいぶ安くなって、レンズも発表されただけの分も含めるとだいぶ増えたので、お金があったらいつでも買っていいかなと思えるようになりました。私が特に楽しみにしているレンズは RF15mm35mmF2.8L ISUSM です。超広角で F2.8 と明るく手ブレ補正付きなのは純正では初めてです。まあ L レンズなんでね、20万30万ってお高いんでしょうが、発売されて1年くらい経ったら中古でなんとか買えるくらいには安くなってくれるんじゃないかなと期待しています。そして EOSR 自体も魅力あるカメラです。まあ今更語るまでもないんですけどね。私が EOSR を本気で欲しくなったのは意外かもしれませんが、 4K 動画が撮れる点です。以前は 4K 動画には興味ありませんでしたが、オズモポケットで 4K 動画を撮るうちにフルサイズセンサーでも撮りたいなと思うようになりました。まあ EOSR で 4K を撮るとクロップされるんで、実質フルサイズじゃないですけどね。この点が非常に残念という意見もあります。確かに広角で撮りたいときはそうでしょうが、望遠で撮りたいときは逆に好都合です。私は空港に行って飛行機の離着陸を撮るのが趣味です。最近は平日に休みが取れないので全く行けていませんが、以前作品動画を作って投稿しています。これからも空港に何とか通って2つ目の作品を作りたいと思っているのですが、次は 4K にしたいです。飛行機を撮るためにこれまで機材を買い揃えてきました。 100mm400mm のレンズだったり、ビデオ雲台だったり、レンズサポートだったり、そして今回 EOSR を買うことができればよりパワーアップした作品が作れるのではないかと思っています。 EOSR の魅力は他にもあります。まずはマニュアルフォーカスの時にピントが合っている場所や被写界深度を教えてくれるピーキングです。私はこの通り眼鏡をかけていて視力が弱いんですが、マニュアルフォーカスでピントを合わせるときってなんとなく合ってそうな感じにしか見えないんですよね。一応フォーカスエイドというピントが合ったときに知らせてくれる機能を使っていますが、被写界深度までは教えてくれません。よって奥行きがある被写体を撮るときはオートフォーカスやフォーカスエイドでは見てもよくわからないので失敗が多くなります。なので一発でわかるピーキングが使いたいんです。そしてミラーレスだとファインダー撮影でもピーキングが使えます。ファインダー撮影の良いところは両手と顔でカメラを支えられるので安定する点です。これでマニュアルフォーカスは無敵だと思うんですけどね。
さらに 6D Mark II と比べて連射は速いし長続きします。飛行機の流し撮りで連射速度はまあ速いに越したことないですが、それよりもっと長続きしてほしいなと思う時があります。 EOS R に変えたら長くなります。いかがでしたでしょうか。私の EOS R への思いが伝わったでしょうか。今回も動画の説明欄にクラウドファンディングのページのリンクを貼っておきます。プロジェクト名は YouTube チャンネル高木祐介の動画キャノン EOS R の購入資金です。ページの真ん中くらいにこのリターンを選択するというリンクがあるので、そこを選んでいただくと金額入力やお支払い方法を入力するページに進みます。一口500円で 25,600 円以上集まったら成功です。ぜひ皆さんに背中を押していただきたく思っています。どうぞよろしくお願いします。あとコメント欄に応援メッセージとかアドバイスとかお願いします。先週の動画低評価が多かったんでへこんでます。じゃあ終わります。今回の動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。ということで今回は以上です。バイバイ。